日の熊寺の行動跡と、帯屋シリング神社社殿日の熊寺は、奈良県高市郡阿蘇村にあった、ト井系氏族、山和の綾氏の宇治寺とされる古代寺院。7世紀後半の創建で、中世には、同教寺とも称した、高松塚古墳の南方、山和の綾氏が居住していた、日の熊の地に寺院跡がある。日本初期の主張元年8月上に、日の熊寺、刑事、 大久保寺に各百光風図。30年を限ると見えるのが文献上の書室である。初期のこの記事から当時日の熊寺が存在したことがわかるが、この寺名が生死に見えるのはこの時のみである。鎌倉時代の清水寺演技には大和国高市郡日の熊里に道教寺という寺のあったことが見え、中世には道教寺と呼ばれていたことがわかる。 1908年に大阪府中河内郡で出土した永章10年名の盆章には山戸国高市郡日の熊笹久道教授章という文言があり当時道教寺が存続していたことがわかる元織のりながの菅笠日記は彼が明和9年にアスカ・吉野を訪ねた時の記録であるが乗りなが訪れた当時の日の熊寺らは仮の世が残るのみで境内には 古河原が散乱していた。帯屋シリング神社十三十石塔かつての境内には、帯屋シリング神社が立ち、当後には、平安時代の十三十石塔が立っている。なお、神社は明治40年頃現在地に移ったもので、元は現在地の西方にあった。寺跡は1969年以降、四時にわたる発掘調査が実施された。その結果、 日の熊寺のラン配置は、中軸線が西方に触れ、塔を挟んで南に近道、北に行道が位置し、注文は西側に位置する得意なものであったことが分かった。塔跡の南方に位置する土壇は、発掘調査前には注文跡と考えられていたが、実際には三軒四面の仏道の跡であり、塔の西側に位置する礎石建物が、その位置や規模から見て注文であると見られる。 ガラン主要部は、回廊で囲まれ、回廊の西辺に、中門、南辺に、近道、北辺に行動が位置し、回廊内の東寄りに塔が位置していた。こうした、得意なガラン配置の意味については、丘陵地に位置する地形上の制約によるものと考えられている。塔跡には、新祖と四点中の祖先が四つとも残り、行動跡には、河原石祈願が依存するなど、 以降の保存状況は良好である。テラートは国の史跡に指定されている。ありがとうございます。